はいどうもジンさんです。今回は細かいけど非常に興味深い公式 Q&A 第4弾やっていきたいと思います。前回2021年度の解禁された一部の Q&A をまとめた動画を出しました。続いては2022年度の解禁された一部の Q&A ということで、こちらは以前動画にしたもので言うとレスレクションセグンダエターパの動画から始まって、ミファバッハシリフトやホオズキマルの能力など相変わらず衝撃的な情報が解禁されていっておりました。本当にありがたいです。今回はその2022年度ということで、実は以前にもちょくちょく動画にしておりましたので初めてではありませんが、まだ共有していないものをいくつかまとめて動画にしてみました。結構面白い内容をまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。それでは早速ですがテンポよく共有してまいりましょう。質問、千年決戦編のアニメ化がすでに決まっていますが、外伝小説のアニメ化はしないのでしょうか。特にルキアとレンジの結婚やイチゴと織姫の進展が描かれているブリーチ We Do Not Always Love You アニメで見てみたいです。これに対して久保先生は回答、ああなるほど、尺があったらやってもいいねということでした。皆さん、これは朗報ですよ。外伝小説のアニメ化、決定ではありませんが、希望が持てる回答をいただけたのではないでしょうか。少なくとも、原作の久保先生は前向きにお考えになられているということで、もし万が一、奇跡的にそんな話が出た場合、割とスムーズに前進しそうな気配がしております。僕も個人的にアニメ化するなら、We Do Not Always Love You が一番好きなので、それが望ましいですが、他にもたくさんの魅力的な外伝小説ありますので、いつか見れたらいいなと心の奥底で祈っております。ちなみに現在、放映中の千年決戦編アニメは非常にいいペースで進んでおりまして、第3、4クールではアニオリいっぱいではないかと言われておりますが、ここで外伝小説をぶっ込むのかと言われると少し疑問です。というのも今のアニメは千年決戦編のアニメですから、その第4クールで外伝小説を差し込むことをするだろうかという純粋な疑問です。まあもしあったとしても、第4クールは話数少なめで早々に切り上げて余った尺を外伝小説アニメ化とかかもしれませんが、そんな例が今まであったのか、千年決戦を楽しみにしていた方たちはどうなるのかと考えると、やはり現実的には厳しいのではと思います。そうなるとやはり千年決戦編はこのまま普通に走り切って、その後で外伝小説アニメ化と銘打って行うとか、そういう流れになると思うんです。なので個人的には今のアニメに外伝小説が来るかもとはあまり期待しておりません。皆さんもそこら辺は混濁しないようご注意ください。というわけで続いてまいりましょう。質問、死神の役割として残白刀によってホローの罪を洗い流しソウルソサイティへ成仏させることが挙げられますが、二枚や大越が現れるまでは単にホローを滅することが役割だったのでしょうか。これに対して久保先生は回答、死神としての役割が明文化されたのは5帝13体創設以降ですということでした。これもまた非常に面白い回答であります。皆さんはパッと見聞きしてどのように感じられたでしょうか。個人的にはこんな最近なのと感じました。というのもソウルソサイティはおよそ100万年前に誕生しております。そこから精霊帝ができるわけですが、その年数は明らかではありません。ただ四大貴族、司法院家や朽木家の当主がいずれも20代あたりであることや、死神の寿命の長さなどを踏まえると、大体数千から言っても数万年前に精霊帝ができたものと推測されております。そして5帝13体創設は約1000年前でありますから、そう考えると死神が残白刀を持ってコンパクト総量のバランサー混装などするようになったのは数百万年中直近の約1000年ということになります。ただそう考えるのは極端すぎる気もしていて、三階分立を目指した理由の一つに循環が必要とするものがありました。そんな背景がありながら、三階分立から五帝創設までの長い間、死神が何もしていなかったはずがありません。さらに大越が生まれた時、または残白刀を創生した時期も不明となると、不明瞭な部分も多いことから、この回答をそのまま受け取るのは危険です。個人的には回答の通り、バランサーとしての役割がきちんと明文化されたのは五帝創設以降だけど、それ以前は全くやってなかったというとそうではなく、ゼロ番隊の息がかかったものだったり、有志が密かに行っていたのではないでしょうか。五帝創設以前よりいたであろう主たら千住丸の名を冠した主たらスケールという境界振動を測るシステムもありましたからね。というわけで続いてまいりましょう。質問、イチゴという名前は一心とマサキどちらがつけましたか。個人的な予想では、一つのものイコールマサキの命を一心が思ったことで生まれたのが彼であり、一心はなんとなく息子が自分の名前を半分持っているのは嫌がりそうなので、マサキが思いついたのかなと考えていますが、答えが決まっていたらぜひ知りたいです。これに対して久保先生は回答、名付けたのはマサキであってます。イチゴの名付けのシーンは書こうかなとずっと迷ってたんだけど、一心とマサキがイチャついてる感じになりそうで気持ち悪いのでやめましたということでした。
主人公黒崎一護の名付け親、またはその由来に関する質問ですが、まずこの質問者様が鋭すぎてすごいなって感じました。回答としては、名付けたのは正樹と判明するも、一護の由来までは明かされませんでした。ただ一心と正樹がイチャつくというところから、正樹が一心の字を入れようとして照れてる一心と、なんでいいじゃんと突っ込む正樹という絵が真っ先に思い浮かびました。一心も正樹も普通の人間ではなく、その人生もいろいろあったことでしょう。彼らの出会いや互いに命を救った過去なんかもあり、そんな二人から授かった守るという、これに込められた思いというのは、我若輩が推し量るにあまりあるって感じです。続いてまいりましょう。質問、霊王の初登場時は明らかに獅子があるようですが、獅子のない設定はいつ固めたのでしょうか。またペルニダ・パルンカジャスの二級神兵を葬る際、普通に左手が描かれているので、その時ペルニダは霊王の左腕という設定はなかったと思います。これに対して久保先生は、回答、一応設定上は普段は不完全な人型を保っていて、我を忘れると形を保てなくなって正体かっこ左手を表すことになっているんだけど、分かりにくいのでなくてもいい設定だったかなと思ってます。でも左手になる時にフードが破れるとこ描きたかったんだよな、ということでした。結構この質問者もぶっ込みますね。原作者相手に追求する姿はある意味面白いです。というわけで見てみると、最初の霊王の質問はなかったことにされていて、ペルニダについて解像度が上がりましたね。風土時は不完全な人型、我を忘れて左手となるということで、この不完全な人型も見てみたいものですが、確かに左手がはっきり描かれております。またこの中で非常に面白いというか、考察する上で大事だなと感じた部分で言うと、最後の描きたかったという部分ですね。これは創作物において当然なのですが、作者が描きたいものから逆算して設定が狙われるというのも当然あります。これを受けて個人的には、何でもかんでも理屈だったり矛盾がないとか緻密な設定を求めるのは違うということですね。読者として当然の考えなんですが、改めてハッとさせられたというか、忘れてはいけない感情だなと気づかされました。続いて参りましょう。質問、五帝十三体は3000人弱で構成されているとのことですが、これだけの死神がいると同じ名前の残白刀になることはあるんでしょうか。また過去にあった残白刀と同じ名前になることはあるんでしょうか。これに対して久保先生は、回答、同時代に同じ名前になることはありません。過去の残白刀と同じ名前になることはあります、ということでした。これ結構面白い設定公開ですよね。同じ時代ではないけど、過去の残白刀と同じ名前になることはある。残白刀は魂を映す鏡、名とは力。これらを踏まえると一つ気になるのが、過去のものと同じ名前になった残白刀は、果たして能力も同じになるのか。ここがかなり重要になります。名前イコール力なら、同じ能力じゃないの？と思われるかもしれませんが、似た例でロイド兄弟を見てみると、同じシュリフトでありながら、能力は若干違っていました。なので、同じ名前だからといって、全く同じ能力になるかと言われると、そうだと断言できないところがあります。これらを踏まえて、もし仮に同じ名前かつ同じ能力になるのだとしたら、それは過去に死亡し霊視と化したコンパクが塵となって循環に帰り、その後長い循環の中で偶然同質のコンパクがこの世に生まれ落ち、その結果同名同質の残白刀を有する死神が誕生する可能性はありますよね。コンパクの神髄が名となり能力となる性質上、そういった奇跡でも起きない限り、同名同質の残白刀は生まれないと思います。またこれが同じ時代に生まれないという理由にもなっていると思っていて、要は同じ時代に全く同質のコンパクはないが、輪廻転生循環の中で同質のコンパクが生まれる可能性はある、そういう話なのではないかと思うんです。考えすぎな部分はあるかもしれませんが、個人的にはそう捉えました。皆さんはこれを受けてどのように感じられたか、ぜひコメントで教えてください。この題材については議論を重ねたいと思っております。ちなみに同じ残白刀の名前として劇場版に登場した草加の氷輪丸の例がありますよね。室外と同じ氷輪丸を持って生まれた草加は46室の命令で室外との殺し合いを命じられました。これはどうなるんだという話ですが、過去に動画でも話しましたが、久保先生が劇場版はパラレルで考えてくださいと明言されておりますので、静止ではないという考えで僕はおりますから、あまり気にしておりません。というわけで最後参りましょう。質問、ドラクエのヒロインで好きなキャラはいますか。私はゼシカが好きです。これに対して久保先生は、回答、フォーの幼馴染かな、ということでした。4の幼馴染、これはシンシアのことですよね。衝撃のオープニングから始まるドラクエ4。もちろん僕もファンとしてやったことはありますが、僕は女キャラならベロニカ一択。他にはエマ、セイニャ、ミーティア姫、ヤンガス、アリーナなど、正直絞れませんが、よかったら皆さんの好きなヒロインも教えてください。以上、Q&A まとめでした。動画の内容だったでしょうか。たくさんのコメント、一人何回でもいいので、どしどし書いていってください。お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録動画お待ちしております。